海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィはそこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして、ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミ、その条件とはナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内で、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。で、何すんだ。ブワッ改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外にか。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし俺さ、あいつを殺す。私が、私は結構です。それより、そうだ、歓迎。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。違う、自分の命をかける覚悟。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも私は非道な家、私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が熱っ。女一人に何人がかりだ。貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに。いや、興味ねえな。俺はやめた。俺は興味あるねえ。てめえを本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。
窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。ほんと、海賊って最低。アギーの手下だな。飛ばしてやる。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。望むの。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が。シュシュシュ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。
みやがって、あのコソ泥どもは派手にぶっ飛ばしてやれ。されてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。町の連中も勢いづいてきたな。探したよ、ルフィ。久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話に。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思う。人どもに海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け。さあ、こっちも行くよ。ルフィ、こっちは俺に任せとけ。Oh!
思い出さないのかい？守りが薄いみたい。今ならちょっと行って海図をいただいてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。剥がしとけ。とりあえず勘弁してあげるよ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。波がいたぞ、立ち構えろ。助けなさい。ゾロを倒して名を挙げろ。黙るバギー一味をなめんなよ。
に海図はなかった。ってことはバニーが持ってるのかしら。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか。いやよ。なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は。たわけ！盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教？持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いたいことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に撃て、バギーナマ。いやー、攻撃を止めて。砲台はあそこだな。止めてくる。女だ。あげるよ。
則通りぶっ飛ばしてやる。気をつけて。あの女、他の奴らとは何か違うわ。どいつもこいつも私の実力を見せる時が来たようだ。小僧泥が生きがるんじゃねえ。
こそ泥じゃねえ、海賊だ。それが、てめえら何ぞがグランドラインに入って何をする。海賊王になる。死ぬわけだ。ゴムゴム、好き放題やりやがって。てめえのその麦わらを見てると、あの男を思い出すぜ。クソ
と生意気なあの赤髪の男。赤髪ってシャンクスのことか。知ってんのかお前。ん、興味津々だな。おい、俺とあいつは昔同じ海賊船にいた。つまり海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと？一緒にすんな。死ぬ悪魔。ふざけんな派手アホが。てめえが海賊王なら俺は神か。キャプテンバギーの本気を見ろってんだくら。よっ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 。やったな。